皆さんこんこにちは第13回ですね社会企業家フォーラム後半に差し掛かってお疲れのところだと思いますがお付き合いくださいますようお願い申し上げますであの私は職人ですのでちょっとこういったスピーチ少し緊張してますであのちょっとお付き合いいただきたいんですけどオープニングにありましたコモンズの C っていうのでみんなで C ってやるのがあるんですけどちょっと僕はせーのって言ったら C って一緒にやってもらえたら嬉しいですいきます せーの C ありがとうございますあほぐれました <laughs> はいじゃ行きますえっと私は株式会社アート森リア代表取締役森あレイターでえっと日本の伝統的な愛と伝統的な盛んというものを世界初めて融合させることに成功してえっと初代愛差氏というカ号で活動しておりますでえっといくら伝統的な愛 伝統的な盛官といってもあまり馴染みがないと思いますで一応今日ちょっとお持ちして目で見てわかりやすくこの僕が今持っているところがこれ取っ手になったらこれコテというものですね漆喰とか珪藻道っていうのは皆さんご存知かもしれませんが盛官というのはこういったコテを使って壁を仕上げたり家具を仕上げる技術のことを言いますで藍とはご存知藍色です僕が着ているこういった藍染めとかにも用いられる藍ですね で僕なんでこれ世界初に融合したかっていうと I っていうのは今までこういうテキスタイル生地とかを染めるっていうところで使われてきたんですけれどもどうしても退色してしまう色が抜けて白くなってしまうため今までは内装材とか家具とかでは表現できませんでしたで僕が、えっと、たまたまラッキーだったのは独学がゆえですね盛んとか藍についてよく知らなかったんですねなので自由発想でいろんなことをやってきました でえっと、ヨーロッパのベルギーとかイタリアの材料を使うことでいろんな実験とかレシ,ピレシピを繰り返したところ、えっと、実際に退職しない愛というのが表現ができることになりまして新しい消費という形を生むことができましたで、えっと、まさに僕は職人としてずっと生きてきてまして今日オープニングで渋沢健さんを申しておりましたが、まあ、ずっとその、ね、台風の中にいるような状態で職人生活をずっとやってきましたが。えっと この愛を、ね、知って愛を愛することによってなんか初めてこう台風の後のの、ね、青空へ、まあ、晴天をつきに来たという感じですけれどもたたどりり着くこととができたかなと思っております。藍染めというのは不思議なもので染め液自体は茶色とか緑色っぽい色をしていますで、えっと、その生地をつけて持ち上げると酸素に触れることによって化学反応で青に美しい青に変わっていくんですね。 で今日僕気づいたんですけどあのコモンズさんの,あのロゴも緑と茶色なんですよで今日僕みんなとあの後ろでも話してたんですけどなんか人と人がこう交わって化学反応これで起きたらなんかコモンズのロゴもド色に変わってくるんじゃないかななんてちょっと思ってましたで何よりやっぱり藍っていうのは日本でも歴史は古くてもう本当時間限られてるんで割愛するしかないんですけれども あの浮世絵とかで北斎ブルー広重ブルーってあ,あるように、まあ、江戸時代なんかでも本当庶民の色としてすごく愛されて親しまれてきた色です生活に寄り添った色ですで、えっと、イタリアから来日した科学者がそれを見てジャパンブルーと称賛したほど美しい日本が当時ありましたで今その藍染めっていうものも まあ、合成インディゴができたりとかインドアイというものが流入したことによってどんどん衰退の一途をたどり生産農家さんがどんどん減少していますでこのままだと本当と品種の状態です日本の大事なイはなくなる可能性が十分にありますでえっと当時戦争中にイの栽培が禁止されたこともあったんですけれども唯一一人の方が隠れてそれを守ってくれたから それを積みでくれたからなんとなく今可能性としてギリギリ残っているのが愛の現状です。でえっと、今日もこう見渡す限り藍染めを着ている方なんていうのはほとんどいません。多分おそらく僕と次の登壇の林さんぐらいかなみたいなところなんですけどなので藍、えっと、染めをまたみんなで一緒に着ようなんてことをやってても多分残らないんですよね。ただ新しい消費形を埋めば農業の部分、衣食の住の,の部分に僕の技術とかでこういった形で埋めれば 生産者とのバランスがまた取れるかなと思ってます皆さん、ちょっと思い浮かべてほしいんですけど海とか空って何色ですかあれ、藍色です美しい色だと思いますでも目の前の空気って透明ですで海水もすくい上げれば無色ですでも青ってイメージできますよねそれは皆さんの記憶の色がとっても美しいからだと思います藍がなんでそんな色なのかと 緑の葉っぱがなんでそんな色を表現できるのかっていうとこの先の将来必ずそれが医療なのか科学なのか経済なのか分かりませんが人々の役に立つためにみんなに忘れられないような色としてその色を発色させてるんじゃないかなって僕は思ってます愛の可能性に関しましては渋沢栄一さんがもう実証済みです愛というものから 最終的に経済のとというところまで行きましたですから私は現代に選ばれし愛の人として皆さんと力を合わせてやっていけたら嬉しいと思っています今日着ているハッピーは本来背中にあの呼ばれて呼んでいただいた家庭の名字とかを入れたりするんですけれども今日はあえて僕あの無地で着てます この先、皆様と協力して何かを成し遂げるときには、例えばコモンズだったらコモンズのロゴだったりとか、企業さんだ企業のロゴを入れて、また皆さんの前に立てたら嬉しいと思います。ごご聴ありがとうございました。